小林中井さんの、ちょっと本当にあのね、あの経緯が、そう。お、だいぶ慣れてきたな、聞き方ね。これがあの私があの差し上げた上下のおっつき袴。そうなんですか。これ赤い竜でね、赤い竜でバチッと、はい、おっ、髪が整えてきたね。はい、昨日ですね、カラオケボックスでもうコンビニで買ってきたハサミにバサバサ切られましたね。私がね、はい、切ったんですよ、はい、最初バサバサと。そうなんですか。それであの奥さんにちゃんときちっと帰ってね、はい、きちっとやってもらえて、おっ、はい、よくなったじゃない、はい、もうこの縁結びのほぼ一緒だろ。はい、同じ髪型です。ほとんど一緒ですよ。意識されてるのはやっぱそこです。それでね、あの、はい、俺のね、あの歌のほらビデオがあるじゃないですか、はい、あれに出てんだよ。ミュージックビデオにお出になってらっしゃる。出てんだけどこうね、顔映ってないんだよな。はい、そうです。キューってさっと逃げるんだよな。そうなんです。で歌は一応俺の歌は流れてるから、はい、ほとんどの方々は分かんない。最後にバレるんだよな。そうなんです。はい、途中トランプ大統領も出ないしね。はい、やらせてもらって。小渕隆さんっていう名前は細川さんも付けたの。そうなんです。はい、これ日テレのあのね、はい、行列が、行列で、はい、行列で出た時に出てきたんでね、はい、ちょうど前にあのダウンタウンのね、はい、まっちゃんがあのこういうちっちゃいやつ見せてね、はい、それで、よいよ、実はあの大阪に吉本でこういうのがいるって言うんで、はいはい、こいつバカにしてんじゃないかと思って、はい、あ、最初はそんな感じだったんですね。そうです。だってこんな頭してんだもん。いやーもうここ意識すごいですね。これが、ね、昨年のね、はい、あの要するにマスケ行ったんだよな。マスケ俺がキャンペーン、はいはい、したらもうみんないろんなこと言って、記者の方がね、またひどいんだこの記者も、はい、いやいやいや、桂疑惑があるから短くした方がいい、はい、見に来て、うちの須藤社長も、はい、高橋やばいから短くしてけ、はい、そしてあのように短くしてったら、はい、ね、こういう形だったんですね。ああいうふうにしないと桂だ桂、うるさいしょうがない。それでテレビに桂疑惑どんどん出たら、えらい迷惑した芸能人がたくさんいらっしゃった。あの余計なもん。ありがとう。まあ、嫌がってたくさんいたんだよ。はい、これ今までカツラってことで、まあ、触れなかった。はい、大変ね、はい。ちょっとちょっと禁句だったんだけど、はい、それを全部破ってしまったら、もう一挙に流れ込むようにして、はい、もうカツラ怖くないって言うんですよ。そうです。みんな、はい。僕もその記事を見て、すぐにこうしましたから。はい、もう早々と。そうです。取りすぎだろ、その上。これどうですか、細川さん、今日のこの姿は。いや、いいんじゃない。いい。うん、じゃあお墨付きだ。だってこれあのデビューしてね、これ小渕隆も20年売れなかったの、はい、吉本で、はい、であの行列出て、はい、俺の真似した途端に、今やなんと忙しくて、はい、自分のオンステージやってるって言うんだから。吉本もコロコロ変わるよな。8月に小渕隆とあの岩方船で花火を見る会があります。あら、はい、ほら、未だにいいですね、配信的で。大体ほらダウンタウンを育てた大崎っていうのはこれはね、はい、それが今や吉本の会長になる、はい、で大崎でよく知ってるんで、はい、だからちゃんと頼んで、はい、お前のことをよろしく言ったら一挙にオンステージだもんな。ありがとうございます。ありがとうございます。何でもこの業界力関係、はい、そうですよ。力ってどうでもなる、言いたい放題ですよ。20年間売れないですが、です、突如仕事来るんだから、はい、こりゃな、彦太郎を抜いて、はい、ついに小石隆が先に行く。来ますね、今年ね。ちょっとあれやってるって言ったら、何屋節代人生はね、ちょっとあの、はい、あるあるでちょっと、あ、もうお願いします。ちょっとですか、細川隆師匠のあるある、はい、はい、細川隆史のあるある言いたいよ、肩を抱かれてその気になった、細川隆史あるある言いたい、寄せばいいのに一目惚れ、何はあぶしだよ、細川隆史は新幹線乗ったらアイス買いがち。ありがとうございました。全然受けないじゃないですか。もっと前、昨日やったやつ受けたのなんで、まあ面白いやつ、面白いやつ、いっぱいありましたけど、だからなんかあの、いっぱいありましたね、うん、はい、あのその打ち合わせ楽屋がいっぱいありました。あの俺が歌うからお前歌わなくて、歌った雰囲気だよ、お前歌下手だから、かりました、もうちょっとレッスンしないから、一泊でいきます。めでたい門出の日、泣き虫だったお前だが、白
はあの、はい、カラオケのビデオを、ええ、拳高志に撮らせたんだよ、はい、これ見たら笑えるよな、ぜひ見ていただいて皆さん、あとスモック炊いてね、ええ、本人だって分からないにしたんだよ、はい、すごいですね、いろいろ手が込んでて、もう手込んでますね、あれはもう口パクも完璧じゃないですか、はい、一番覚えましたね